東口旧駅舎千代川駅は京都府亀岡市千代川町今津一丁目にある西日本旅客鉄道3位本線の駅である。駅番号は JRE13。佐賀の線の愛称区間に含まれている相対式ホーム2面2線を持つ地上駅である。2009年9月に前後の区間が複線化されたことで分岐器や絶対信号機を持たない停留所となった。現在は 下り用のホームとなった2番乗り場側に駅本屋があり、互いのホームは古戦橋で連絡されている。京都方面行きの1番乗り場側にも無人の東口が存在する。駅本屋、東口とも自動改札機は簡易式のものとなっている。西口駅舎は大きく改装されているが、開業時からの木造駅舎が現在も残されたものである。東口駅舎は以前は、 小型の物置を流用した極めて簡易な建物であった。その頃は建物に駅名の形出もなかったが内部には一台の簡易式自動改札機が設置されていた。2021年の東口のバリアフリー化に伴い新駅舎は極めて小さいながらも内部に券売機も設置され駅舎空きには駅名も掲示されるようになった。亀岡駅が管理し、 JR 西日本交通サービスが駅業務を受託する業務委託駅である。緑の窓口はなく、窓口での発見はポスター末によって行われるが、早朝、夜間は無人となる。券売機は以前は西口にだけ設置されていた。愛子家利用可能駅。上表の路線名は旅客案内上の名称で表記している。2009年9月の伏線改善は、 駅舎側の2番線を上下本線とした一線スルーで通過列車及び行き違いを行わない停車列車は上下線とも2番線を通っていた。1日の平均乗車人員は以下の通りである。前述した通り、当駅には友人の西口と無人の東口の2つの改札口が存在する。西口側は駅前道路拡張事業が行われ、ロータリーなどが整備された。 周囲は主に住宅地だが、少し西に向かうと、国道9号があり、沿道には商業施設が立ち並んでいる。なお、本屋である西口を JR 西日本の公式ホームページは南口としているが、現地では西口、東口統一されており、公式ホームページ内の構内図も東口の整備事業完成に伴う改定版では西口、 東口と表記されるようになった。ホームには桜が植樹されている。無人の東口の周辺は住宅地で京都、大阪方面への通勤客や京都府立南大高等学校の学生が利用していることもあり、朝夕は賑わう。東口駅前ロータリーは2016年4月2日に供用開始となったが2021年の 東口駅舎の改築までは駅舎がロータリーに面していなかった。休日は、葛川の河川敷にある亀岡市営つくよみ供給議場の利用者等で賑わう。東口近くには以前は全国的にも珍しい市営の自動車教習所があった。東側の葛川砂岸の馬地町域は農業地となっており、馬地大納言小豆が特産品として生産されている。 ハバネロの育病販売で知られるシのファームも、この馬地町域にある。桂川を渡り、自転車で東へ15分ほど行くと、丹波国分寺、出雲大見和宮がある。また、国道9号を渡り西へ5分ほどの位置に、丹波亀山城城門が移設された亀岡市立、千代川小学校がある。ありがとうございます。